山田まりなです。長谷川るなです。私たちが CM に出演させていただいた YouTube 予備校大学受験のための授業を立てて受けられる画期的なサービス、ただ予備、その講師の方を紹介したいと思います。はい、科学の若原先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お会いした印象はどうですか？先ほどこのカメラのセッティングとかをやってたんですけど、ノリがいいなって確かにすごいなんか突っ込んだりとか、ちょっとボケたりたくさんしてらっしゃったので。ボケてましたか、やっぱり。はい、でもなんか今日はなんかいっぱい突っ込んでくださいっていうことだったので、はい、そうなんですよ、待ってます。頑張りたいと思います。はい、はい、いっぱいいじっていけたらいいなと思います。はい、はい、そんな若原先生なんですけども、はい、どんな先生なのかということで、3つのポイントで紹介していきたいと思います。まずは海外旅行が大好きということで、年にどれぐらい行かれるんですか？15回とかは行ってますね。だって15回ってことは、はい、月1は必ず行ってるってことですね。月1は行ってますね。しかも日帰りも結構多いんですけど、すごい。空いたら海外に行くっていうのが好きで、それはもう制覇しようとしてるの？そうですね、全世日本であれですね、世界をやっぱり制覇は、すごい、まあ、別に思ってない思ってなかった。どこに行かれました？ね、やっぱアジアが多いんですよ。あまりこう長い期間は休みがないので、はい、はい、まあ、本当に日帰りだったら、まあ本当に韓国とか、行きます。韓国は本当に日帰りで、今年ももう2月ので3回は来ましたね。すごい、いいですね、なんかここは良かったっていうところとか。そうですね、あそこです、ケアンズが、オーストラリアの、初めて聞きました。あ、本当ですか？ケアンズめちゃいいですよ。街も綺麗で、ご飯も美味しいですし、ただね、一個だけちょっと辛いところがあって、ペットボトルの、ね、ジュースが、ね、高いんですよ。500円するんですよ。そう、ちょっと今変わってたらすみません、昔ですけど、あれだけですね、他めっちゃいいですよ。ちょっとお金を貯めてね。仕事でも行ってください。はい、行きたいと。はい、続きまして、若原先生のすごいところ、二つ目は、週間走移動距離がすごいということなんですけど、週間走移動距離っていうのが、1週間で、どこに自分が働いてるのかなっていうのをこの前計算してみたんですよ、ってな、このお仕事をいただいて、家が大阪なんですけど、まあ、東京に来るってね、今だからすごいもう震えてるんですけど、本当ですか？全然感じない。いやもうブルブルですよ、足とかも。手もこれ。面白いですね。いや、ありがとうございます。ね、なんかね、やっぱ、すごい距離が長いところに来させてもらったんで、どのぐらいかなと思って数えてみたんですけど、なんかね、本当に、関西ですけど、三宮、神戸と、あと、ここ、地元もね、大阪もですし、地元ではないんですけど、大阪と、あと、三重県も行ってまして、岐阜も行ってまして、名古屋の南店から、ね、いくつか行ってまして、で、東京じゃないですか。でね、1週間3000キロを今移動してまして。お家を帰られてますか？まあ、帰ろうという努力はすごい。大変。いやいや。例えば、1日で、はいはいはい、あ、全然日帰りですよ。今日も日帰りですよ。朝今6時半新幹線乗って、まあ、多分夜の9時半とかの終電で帰るぐらいですかね。で、明日は明日は昼からですね。すごいですね。そういうなんか移動中でなんかエピソードとかあったりしますか？そうですね、本当にあれ、ね、昔こう、ね、ガラガラ持って、まあ、ちょっと忙しいふりをしてるので、忙しいふりをしてるので、全然もう、ふりだけはすごい得意なんですよ。なんかもう、カッ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 って、カバン持ちながら、急いで、バーンってぶつかったんですよ、駅で、名古屋駅でね。で、あらねんと思って、新幹線行かなあかんで、もう、やめてくれって、パッと見たら、金本監督で、その、わかります？昔の阪神の。そう、あれはめっちゃ怖い。本当に吉野先生クラスの顔の怖さなんですよ。そうなんですか？はい。ちょっと謝りました。ごめんなさい。すごい、そのぐらいですでもやっぱ海外も好きで、ご飯も好きってなったら、駅弁とかは楽しめそうだな、ね。駅弁ね、食べれますよ。もういっぱい食べてますよ、駅弁は。行きも帰りも駅弁で。三重県の駅弁、美味しいのあります？そう、マスタードおしが入ったやつ。お肉食べたい。いいですよね、やっぱね。いや、いいですね。そう、僕、地元が三重なんですけど、そう、三重おしもいっぱいありますんでね。
三重県はあんまりないかも。見たことないです。あ、本当ですか。うん、毎週ぜひね、来ていただいて。毎週みんなこ地方だから、あ、それぞれの県をじゃあ。そっか。福岡なんです。私は新潟です。福岡と新潟、全部僕より遠いじゃないですか。あ、でも、あれですよ。今は東京ですね。東京は東京です。あ、そういうことか。それぞれの、ね、地方と、うん、そこから出てきます。一緒じゃないですか。はい。地方みんなで。仲良くしてもらって。じゃあ、3つ目に行きたいと思います。はい、3つ目。職務経験がすごい。お職務経験？職務経験、うん。大学時代に数多くのお仕事をされたと聞いたんですけど、うん、そうですね、ちょっと僕重たい話になるんですけど、うん、ハンカチ大丈夫ですよ、重たいなって。あ、それでじゃあお願いしたいんですけどね、ちょっと家が複雑で。はいはい、まだ、まだ、準備をまだまだまだ言ってません、今からですね。家がちょっと複雑な感じで、うん、僕だから高校生からずっと一人暮らしをしてまして、うん、で、なんかね、大学生の時からやっぱり自分でこう仕事をしないといけなくて、うんうん、なのでこう学費を稼ぐためにね、めちゃめちゃいろいろな仕事をしたんです、うん、だからそれで、ね、ちょっとこういう仕事にも楽しさを見出してっていうのもあるんですけど、もともとだから塾の職員になってて、そこでこう頑張って持ち上げて、うん、はい、そこからですね、この業界が楽しいな、教えるのが楽しいなと思ったの。はい。お仕事っていうのは何をされてるんですか。はい、まあ、その塾と、あと本当に夜はパチンコとかスロットの設置、台の設置、大工さんやってましたね。そう、すごい。9時まで、まあね、今日みたいなの9時まで授業やって、うん、でそこからね、本当に100何キロ離れたところに車でブーンって行って、で何時、11時かな、はい、お店が閉まるのが11時ぐらいなんで、はい、そこから取り付け始めて、で2時間つけてまた帰ってきて、次の日また朝からたまに大学行ったりとかするんですね。で1日にそういう掛け持ちでなんか密になってましたね。すごい。そこからなんかこう聞かされたこととか。そうです、さまざまなやっぱり、ね、人がいたので、まあ、それこそね、その塾さんとかってやっぱり来る層っていうのは勉強しに来てるわけじゃないですか、はい、まあ、それはやっぱりやる気がない子ももちろんいますけど、でも前提はやっぱこうやる気があって学ぶぞっていう気持ちで、だらっとしたらすいませんぐらいの感じじゃないですか、うん、でもやっぱ客層というかいろんなね業種をやってたりすると、いろんな方々がいて、まあ、勉強なんてそんなの興味ないわって人ぐらいでもおるわけじゃないですか、うん、そういう時にやっぱり何かを伝えないといけないかなって時に、どういう伝え方を、ちょっと言えてませんけどね、伝え方をね、一番伝え方っていうところが大事なの、うん、伝え方がこうできるのかなっていうのはよく考えるようになりまして、それが今でも生きてるのかなって思いますね。学生時代からずっと勉強とかも好きだったの？勉強嫌いでしたね、そうなんですね、全然好きじゃなかったですね。科学だけやってたとか、科学は好きでした、確かに、うん、数学と科学は、柳島先生ね、数学と考古科学はすごいもともと好きじゃなかったですけど、好きな科目は楽しかったですね。あ、うん、僕も嫌いでした。まあ、いろいろお仕事されながらってなったんですけど、大学の時は薬学部、はいはい、そうですね、はい、そうなんですよ。そこから予備校講師に、薬学部は何を、まあ、薬を作るフリーはしてましたね。すごい、うん、なんかそこの学部に行こうと思ったきっかけとか、もともとね、僕はお医者さん医学部に行きたくて、で私立の、ね、医学部は一応合格もらったんですけど、はい、私立の医学部ってすごいね、学費すごそう、6年間で本当に4000万とか、本当にそういう額で、まあ、普通じゃなかなか行けないじゃないですか、で、だめなら行けずに、じゃあやっぱり医療職に就きたいなと初めは思って、で、まあ、薬学部に行ったんですけど、なんかやっぱりそれでこうね、働いてるうちにというか、こういう教えることが好きになってきまして、まあ、結局だから、流れとというか、楽しく教える、やっぱり好きな方に行きたいなと思って、うん、今、この業界に入りましたね。すっごい、いやいや、学費だって。そのうん、お仕事されてたって言ってたじゃないですか、はいはい、それでそこまでなんか、自分で貯めて、そうですね、うん、あんまりですね、やっぱり人にすごい努力されたんだ。そんなこと突っ込んでもらっていいと思いますけどね。いや、すごい。シンプルにすごいなって。いや、そんなことないです。今からでもね、ぜひ
なんか今私たちみたいに学びたいってことで、はい、方はたくさんいると思うので、うん、ぜひ先生に学んでいただければと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということでレナちゃん、はい、若原先生の凄さ伝わりましたか？そうですね、なんか授業内容が今みたいに関西弁とかもあって、うん、ノリもいいし、うん、たまに嘘も吐かれるじゃないですか。そうですね、始まりは嘘だった。でもそれが周りをちょっと和んでくださって、うん、なんか授業すごく楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いましたね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこんな若原先生の科学の授業が無料で受けられる YouTube 予備校ただ予備、もう毎日更新していきますので、ぜひ継続して授業を聞いてみてください。最後に若原先生意気込みの方をよろしくお願いします。あの今みたいにね、楽しい動画というのをやっぱり作りたいなと、みんな嫌いなね、科学嫌いなって言ってる子も楽しめて興味が持ててっていうことがやっぱりね、一番かなと思いますので、そういう動画作っていきますんで、嘘はね、授業で言いませんので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ただ予備チャンネル登録よろしくお願いします。